人間生活系コースでは、現代の生活課題を追求し、個人や家族一人一人の生活に関わる多角的で多様な視点から幅広い教育・研究を行っています。カリキュラムは人間生活教育、生活経営、人間発達科学、住生活、食生活、アパレル科学の各領域の科目群から構成されています。こっちは10ミリメートルって書いてあるけど、これを矢印で10分の1倍にして1ミリメートルにして0.01ミリがバグ、それをさらに10ミリ、だからみんなが欲しいのは10ミリリットルあたりに 0.01 ミリグラム。これの、これがわかんない。0.01 ミリグラム。こっちが出て、だから最初は10ミリで 0.1 ミリグラム。こういういらない部分の線はなるべく薄く描いて、残らないように、最終的に消すことになるので残らないように描いてください。そんなに良い、どうしてないね、なんかちゃんとさ、なんだろう、ちょっと気がするさ、そうそう、縮尺を決めて、まあ、10分の1で描いてくれたらいい。どの部屋を描くかは決めた。昨日、私はこんなおもちゃを作っていました。男ハム太郎ですね。はい、懐かしい。こんな風にね、パカパカしてこう遊ぶことができます。